のテーマは2022年を漢字一文字で表すとです。話してくれるのは小林あゆみプロです。よろしくお願いします。お願いします。静かなる闘志を秘めるレフティ小林あゆみプロ。2022年はどんな年でしたか？今年はですね、第1シードに復活することができて、第1シードプロとしていろんなトーナメントに出させていただいたんですけど、はい、ボーリングの調子も良かったので、はい、いい流れで来れたかなと思います。それでは小林さんに2022年の漢字を一文字書いていただこうと思います、はい、お願いします。こちらに、はい、はい、ではバランス悪くないですか？お願いします。はい、ではこちらです。で、すっごいバランス悪い。はい全然大丈夫です。再び、はい、もうなぜその感じなんですか？今年が、さっきの話で第1シード復活したっていうのもあってシードプロとしての再スタートっていうのと、はい、私 その所属している富越会館ビルなんですけど、そこに新しく e スポーツのカフェ&バーが入って、はい、そちらの方の所属にもなったので、今所属先が2つで、ボーリング場のスタッフ兼プロボーラーと、そのカフェ&バー e スポーツの方の、スタッフ&宣伝係ですかね、はい、っていう形で新しくスタートを切ることになったので、はい、いろんな再スタートがあったので、はいという字にしました。2022年は再スタートを切った年でした。